はい、こんにちは。お家の中、今日はピンクのボックスの下にお金を置いて。人生ゲーム。近所の子供たちが遊びに来てる。ああ、で、それが嬉しいこと。登った。あ、こっちで登った。で、お家の中は人生ゲームやりながら。こっちで登って。ニアン、ちょっと待って、動画作ってね。近所たちの子供、近所の子供たちが遊びに来てるのは嬉しい。これはこの目的、子供たちが自由に遊びに来て、人生ゲームやったり、テレビゲームやったり、外で、ノコギリで追放を作ったり、何でも自由に遊べる場所。で、人生ゲーム、子供たちが人生ゲーム、やりながら俺は外で働いてる。瓦礫運んでる。結構進んでる。今日は2時間ぐらいすると思ったらもう6、7時間ぐらいやっちゃった。これ見える？前これは瓦礫の塊だった。今は平らになってる。一時的にはちょっと穴掘ってたけど、ちょっと頭使って、いや、穴を掘る必要がないな。平らになれば納得。だから、位置はある部分が平らになってる。で、この草も切ってるから、結構大きくなってる。で、次の問題は、この塊。どうしよう。外、前の瓦礫のパイルがものすごく大きくなってる。どんなして捨てる場所に運んでいくのはまだ解決できない問題で、この塊が、まあ、外に運んでいく予定だったけど、何だろう、蚊にやられてる。この結構汚い、だからガレキ出す、転びやすい。この鉄筋とかが出てみる、鉄筋とかで飛び出てるとか、コンクリートの基礎だろ、お家の基礎だから、出すのは、まあ、一応出し、できたら出したいなとは思うけど、ちょっと無理かもしれないから、この塊を、ここに移動したら、この汚い危ないのを、ただ埋めるだけ。あとは、なんかの、ちょっと坂を作れば、なんか、ちょっと、池じゃない、何？湖じゃない。何？川。小さい川の何かを作ろうかなと思ってる。でも、まあ、それをちょっと、だから、この塊をここに移動させようかなとは思ってる。でも、一応、進んでる。今日は、思ったより働いた。もう2時間ぐらい、本当に2時間ぐらいだけやろうと思った。結構やってるから、まあ、いやちょっと落ち込んでた、今週は無理だろうと思ってたけど、今日はちょっとだけ見えてきてる、ちょっとだけなんか進んでる気持ちになってる。はい、今日も見てくださってありがとうございました。バイバイ。